様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございま す。今年もよろしくお願いいたします。いや、今回ですね、2022年の挨拶ということで、ちょうど撮らせていただく直前に2021年の挨拶を見せていただいたんですけど、あれってまだ見れるんですか？見れるんだ。 あれで言ってた目標って、もうすっぽんぽんすっぽんすっぽんもうすっぽんです。もうあの時私、あの腹筋をする2021年にしたいって言ったっぽいんです、ってか言ってました。言ったっぽいんです。全然しなかったし、なんならあのそろそろ公開されるであろう81プロデュースのチャンネルの方で、私はあのちょ腹回りをちょっと良くするっていう目標を立ててしまって、全く同じことをね、全くすっぱんの状態で本当に私は毎年こんなこと言ってんだってのちょっと反省しましたよ、年明け早々ですけれども、はい。なので引き続き目標は変わらず、まあ、本当にあのお腹周りはじめ体を絞りたい。だって1月30日にはイヤホンズのライブ、そして2月の26日には私の最初の、バースデーイベントがあるっていうところなので、本当に体作りをしていきたいなと思っているんですけど、一番の目標は目標を忘れない。確かに、これ皆さんもぜひ実践してみてください。多分何つか始まるたびに、最近腹筋どうっていうところから、何その髪切ったみたいな感じの腹筋どうっていう感じでちょっと1ヶ月ごとにこうリマインドをねしていくと、ピヨちゃんに会うたびにじゃあそれしますわ。ちょっと最近の体事情体事情のお話を割れてきたよみたいな言えたらいいんですけどね。できる限り目標継続っていう目標を私は立てようかなって思います。はい、はい、というわけで、皆様も引き続き何つくを継続してみるという目標を立てていただき、今後とも応援をよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで2022年もよろしくねー。